来たんじゃない？え、止まっとる池やん。これ誰が美肌機能ついてない？ゆら？いや、2人進化したんじゃない？あ、確かに。コラボ配信は無加工っていうのがね、あったよね。あったんですけど、昔はなんか突き出した、進化したね、進化したね。ちょっとテロップ書くね。あ、そうじゃん、サラも加工。ゆらサラ、あれ、テロップあった。なあ、だよ。コラボできたよ。できたん。できたね。できたんご。できたんご、んご、んご。ほんまに久しぶりだったよね、会ったの。それな。でも昨日、ね、昨日あったんだっけ。そうよ、昨日でめっちゃ久々だった。でも2日目の、ね、久しぶりに。いや、何ヶ月ぶりかね。それな、怖くない？ちょっと何ヶ月ぶり。え、3とか、あ、4とか、4とか3とかぐらい。怖っ、怖っ、怖い、怖い。そう、いけやん、ほんまにね。コラボずっとしたかったけ、嬉しい。それな、めっちゃ前から言っとったよね、うん、からコラボ。そう、ずっと前からね、ゆらさらコラボしようねって言っとったけ。そう、このツーショット久しぶりって。それな、もう早くさ、公演とか出たいね。そう、6人でとか、あのミニスタジオとか。そう、したいんですのーって思います。なんかイケアン変わらんね、いつもとね。変わらんよ、ほんまに。なんて言うんだろう、裏でも、この裏レッスンとかでもこんな感じ、めっちゃこんな感じ。もう普通に、になんか LINE でテレビ電話しとる気分今。変わらんね、ほんまに。前さ、一回さ、なんかテレビ電話したくない？あ、したしたした。前ね、一回コラボじゃない、テレビ電話したんですよ。その理由めっちゃ面白いよね。やだ。面白い理由なんです。そう、そうね、理由あるよね。そう、え、立っとん、シミサラ立っとるよ。え、きつくないんそれ。え、なんか立ちたいんよ、サラ配信中。サラのセブンルール。ちょっとセブンルール。そう、セブンルールで会って立ちたいんよ、サラは絶対。コラボ、あ、コラボじゃない、配信中に。なんかそっちの方がね、なんかなんていうの、喋る勢いが出る。勢いがつくね。うん。後ろ姿見分け隊員の2人。え、でもさ、なんかさ、そう言われるじゃん、うん、なんかよく、なんか。そう、よく言われるよね。え、でも今だったら絶対もう見分け、髪の長さがちょっと違うよね、今は、うん、そう、違うし、背も伸びたし、もうもうほんまに、もうね、そう、そうされた。最近はあのイケアンとなんか母と娘ごっこしてるよね、よく一人はね。イケアンがお母さんで、あの三女のサコちゃん、次女のサラ、長女のももちゃんで、お母さんの池なんていう、そう、そうよ、あのごっこをしてるんですよ。楽しい、楽しいよね、めっちゃ。さ、ゆらがさ、なんかお母さんとか言っときながらさ、うん、ゆらよりさ、ほぼさ全員ゆらより背高いっていう。いや、なんか、なんていうの、池やんはどんな感じだろう、なんかね、あれよね、あの、え、どんな感じだったっけ。今日もずっとやっとったよね、30分前ぐらい、40分前ぐらいまで。
あなたたちは私の大切な子供だみたいな。そう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 。なんかそう今日一緒に帰ったんですけど、イケアンとずっとやってました、ね、それを。そう。そうなんよ。イケアン、イケアンお母さんに、お母さん似合いそうだってゆら。似合う？イケアンはでも妹にもなれるし、お母さんにもなれるって感じ。あ、どっちもいける？うん。イエーイ。でもイケアン STU だと結構妹の系じゃない？え、そうだ、なんかさ、ゆららより年上多いじゃん。あ、そう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 、じゃけそうよだから、ね、あれ止まっちゃった。嘘。あー、あー止まった。じゃけなんかね、イケアンお母さんって感じはせんけど可愛いというか。え、なんかイケアンがちょっと動きがゆっくりになってきちゃった。嘘じゃん。やだ。サラちゃんと見えとる？うん、めっちゃ見えとる。いや、見えとる？うん。え、ゆら止まっとる？このガタンガタンみたいな。うん、今動き出した。あ、待って、ゆらが喋ってる時動いてないだけとかある？そういうこと、そういうことかもしれん。本当にそういうことなんかな、分からん。どうなんじゃろう、そういうことかもしれん。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。ケアン歌唱力見たよ、本当に。いやー、いや、ほんまになんかさ、涙が出てない。なんかね、もう言われた瞬間はもうワープした感じよね。火星にワープした感じ。もうなんか時が止まりましたって感じ。時止まった。びっくりした。え、時止まったよね。ゆら、え？どういうこと？時止まったくない？イケアンも。あ、ゆらも。なんか、イケアンゆらって言われた瞬間さ、時止まらんかった。空めっちゃ止まったんよ、イケアンって言われた瞬間。止まった。もう、それな。感動で。感動？家で見とったん？そのさら。リアルタイム。家で、そう、それで家でお父さんと一緒に空を見とったんだけど、お父さんも泣きそうになっとった、めっちゃ。すごっ。もう一緒に行きたかったもん。ね、ほんまに。なんかホテル2人で泊まるとかいう話めっちゃしとったよね。それな、だけさ。そう、ごめんね。だけどね、なんか、行った時に、なんか、愛子寺と2人部屋だったんよ。あ、そうなんじゃん。だけもう絶対、しみさらおったらさ、なんか3人とかだったくない？ 3 人は。楽しいよね。行けなかったもん、新幹線とか。ね。そう、けん新幹線でさ、ね、聞いてよ、前浜の時新幹線でさ、一緒に人狼とかやったよね。え、それなんで誰がおったっけ、なんか、タムとかおったよね、タムとか。おったおった。ももちゃんとか。ゆりっちもおったね。うん、おった。つこちゃんもおったね。あ、おった。人狼したい。楽しかったね、あの時、前浜の時ね。なんか、清水さんめっちゃ前浜の時楽しかったってめっちゃ言っとるくない？うん、そう、めっちゃ楽しかった。イケアのさ、部屋行ったよね。え、行った。え、なんかさ、誰だっけ、サラピとかさ、そうそうそう、ヤヨちゃんとかおったよね。ない？あ、楽しかった。あれがあった、なんか夜中2時になったらどんちゃらこんちゃらみたいな。なんとか時みたいなやつ。牛蜜時ね。そう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 、それあった。懐かしい。え、懐かしい。もう1年以上経つよ多分。いや、1年以上経つんよね。怖い。あとね、イケアンのね、面白い話あってさ。何？なんかイケアンさ、うん、あれよね、心配性すぎてやばいんですよ。今日もなんか、サラとモモちゃんが並んどったら、なんかモモちゃんが白い服でサラが黒い服で、なんか、夫婦に見えるみたいな、カップルに見えるみたいな言われたんです。言っとったんよ、イケアンが、うん。そしたら、言ったちょっと後に、シミサラごめんね、シミサラが男ってことって思ったみたいな。めっちゃ謝ってきたんよ。いや、でも申し訳ないじゃん。なんかさ、そう、なんか並んどる感じがそう見えたけど、なんかそうか、あ、でも後々考えたら、なんかシミサラがなんか男の子の役になっとったら、なんか申し訳ないなみたいな。もうほんまにね、イケアンは本当にね、もう性格がもうすごい良くてやばいんよ。性格がいい。これ、ね、心配性の、あ、うん、じゃあ絶対にメンバーに負けないことは心配事。あ、心配性。マジ？絶対心配性。でもそうじゃね、心配性っていうか優しいんじゃない？優しいっていう。
え、でも、その、心配性第2位、しみさら、しみさらじゃない？え、なんで？え？ゆらが、なんか心配、あ、でも、え、でも、同率1位じゃない？なんで、さら心配性かね？え、だ、うん、だってなんか、え、なんかごめんね、ほんまにごめんね、みたいな。それ、イケやんじゃん。ゆら、それさらじゃないじゃん、イケやんじゃん、それ。ゆら。イケやんじゃん。あ、ほら、イモースの、イモースでも違ったらごめん、あ、あれ、あったよね、あれ、人物。そう、なんか、イケやんと、イモーステレビで、なんていうの？なんか、ハンター。なんだっけ、ハンターじゃなくて、スパイみたいな。あ、そう、スパイ。スパイ。まあ、誰かが裏切らないといけないゲームだったんですけど、企画的にね。そのサラが裏切る人で、みんなでその裏切ってる人を当てるゲームだったんですけど、イケアンがそれを当てるときに一回シミサラって書いて、そこの下に、カッコ、違ってたらごめんね。でも大好きだよって書いとって。ほんまに可愛いって思った。優しいって思ったよ。マジで、あれ心苦しかったよね。いや、ほんまにこうやってね、なんかもう番組の企画でも心苦しいって言うし。それな？あれないよ。マジで、辛かった。なんでよ、優しすぎるよ、それは。だってさ、あのあとしみさらがなんかさ、泣いとったけさ、うん、めっちゃなんか、あ、もう、なんでゆらはこんな年下の。いや、なんで、いや、泣いとったのは、あれよ、まあ、緊張がほどけたみたいな。いや、なんて言うんだろう、もう、遊びに行ったりしてもらえんかな、みたいな。めっちゃ嘘ついとったけさ、違うよ、誰かねとかめっちゃ言いよったけ、さら、自分なのに、言っとったんや。ゲームなのにめっちゃガチで真剣。そうそうそう。で、サラたちさ、しかもなんか賭けみたいのつけてさ、なんかもし何々が、サラがハンターだったらコーラ買ってねとか言うな。ユリッチには、あ、ミリアちゃんに言われたり、ユリッチにもドーナツ買う約束しとったり。面白かった。それな、なんか次、あれ以上にさ、すごい企画あったらやばいよね。うん。え、もう大号泣やん、イケアン。でも、イケアンが泣いとるところ見たことないかも、意外に心配性じゃけど、ない、うん、あ、でも優勝の時はあるけど、悲しくてとか、そういう系で。あ、確かに。ないよね。うん。いい子じゃけ、いい生き方をしとるけ、ないんや、そういう瞬間も。違うよ。うん、面白い。いやー、うちらさ、うん、ユニットも一緒じゃん。そうよ。なんかユニットのさ、あれ LINE のグループで来たよね、じゃん。そのミニスタジオは誰々とか、うんうん、勝手に思考考えて誰々とか。それ、イケアンと同じ瞬間だった瞬間さ、LINE 来た瞬間 LINE したよね。キャッと一緒って言って二人でめっちゃ喜んだんですよ。懐かしい。しみさらが、なんか、連絡してなかったら気づいてなかったっていう。ああ、そういうこと？サラが一緒だね、ユニットって言った瞬間気づいたって。そう、イケアンが言ってた。携帯見てなくて。あ、そうなんじゃね。しみさらからユニット一緒みたいなの来て。そう。何のユニットだろうと思って見たらそれだった。そうそうそう。いやもう来た瞬間さ、もうこれは来たわって思ってさ、イケアンと一緒でさ、よっしゃと思って。そう。もうすぐ LINE したんよ。ね。嬉しい。そう。ミニスタね。めっちゃ嬉しかった。ね。え、もう早くなんか出たい、一緒に。ね。そう。なんかさ、あれ、しみさらがさ、うん、おらんかった時に、うん、なんか、だよ、なんけ、青いレモンが3人でけん。うん。全然なくって、全然やってないけん。あ、そうだったんじゃ。ごめんね。うん。でも早くやりたい。やりたいよね。青いレモン復活よ。人生なんだ、じゃなくてなんだっけ。かわんものだ。なんだっけ、いきなり。あ、ゆらがかわんもの。うん。そう。構うものか。だってさ、いつもさ、しみさらがさ、人生なんだとか、リハーサルでさ、うん、リハーサルあるじゃんか。うん、なんか、公演前、うん。人生なんだってやった瞬間さ、うん、あの、ダンスの先生とかさ、こうやってやるよね。ああ、やるやる。あの、ゆう先生がさ、ゆう先生が、いいっていう時こうやるんですけど、こう。いいね、いいね。いいねってやってくれるんです。そう。あれはマジでなんかさ、あっとる、なんかあっとるくない？なんか、しみさらは人生なんだのところで絶対あっとる。なんかほんまに？でもさ、言ってみたんだけど、イケアのさ、構うものかって一番難しくない？え、そう。むずいよね。だってさ、あれ、ほんまになんかちょっと理不尽よね。なんか、さらの人生なんだはうまく言えるよね。逆に。よね。
言えなくない？サラが構うものかって言ってみたんだけど、反抗期の小学生みたいになったけ、構うものかみたいになったけ、なんかね、難しいんですよ、意見のところ。でも、ね、逆に人生なんだを、なんか、ああいうと、あんな透明感が、って言えんよ、そんなに褒めてくれる。でも、人生なんだは多分誰でもうまく言えると思う。いや、言えん、ほんまに言えん。いや、言えるって。いや、しみさらが、ぽいのが言えん、あれは。あれはしみさらにしかできない人生なんだよ。うん、あ、そうなんじゃ。よく嬉しい。人生、さらにしかできない人生なんだわ。嬉しい。なんか、あ、ここさ、門脇さんじゃんか、なんか、ポジション。うんうん、なんか門脇さんの人生なんだと、うん、しみさらの人生なんだがある。うん、なんか。人によって？そう、良き。マジか。そう。人生なんだ。なんか、ゆら近くない？これ。なんでじゃろ。おー、近いね、ちょっと。さ、でも、サラが離れとるけ、かな？そう見えるんかな？かなぁ。かな、かな、かな。あと、イケアンとサラは、足もほぼ同じで、髪も同じで、しかも、あれよ、誕生日も近いんですよ。二日？違う。やばくない？え、何日生まれだっけ？ 10、9、8。8か！サラが12なんですよ。4日違いで。4日違い。しかもあれよ、血液型も一緒よ。あ、え、マジ？それは、ほんまに？うん、AB。AB。そう、なんか、ほんまに、運命かと思った。あれで見たんよ、なんかプロフィールで、なんかみんな何型なんじゃろうなって見とったら、うん。なんかシミサラとユラとセンちゃんしかおらん、AB。あの、2期生。あ、そうなんじゃん。2期生だわ。なんか先輩では、多分おるけど、何人か。初耳じゃわ。すごくない？すごいね。あ、あとね、聞いてよ。ここにサラもほくろ見つけた。映らんかも。イケアンもほくろあるけ、ほくろまで一緒じゃって思った。一緒。ほくろまで。あ、え、すごい。AB 型、水亀座、2月生まれ、おかっぱだって。やばいよね。すごい。そう。すごい。すごすぎる。でもね、シミサラの方がね、めっちゃ透明感あるけんね。いや、全然よ。え、もうね、今マジで、なんかさ、うん、シルエット、なんかさ、後ろとかでさ、なんか たまにめっちゃなんかいろいろ間違えられとったんよ。なんかこれ、え、シミサラ、え、池田ちゃんみたいな。うんうん。でも今は絶対間違われん気がする。なんか。そう？シミサラの方が背高いし、なんか髪も長いじゃん、今。あ、今そう、ちょっとね、長いんよ。そう、だけ、間違われん。え、でもサラも、うん、おばあちゃんとか、うん、サラって言っとる池屋のことみたいな。サラちゃんおったとか言っとる、いつも。親とか家族とかさ言ってない？サラのこと見てさ、いや言ってない？ゆらちゃんおったって。なんかあのなんかさ、うん、ゆら そのおばあちゃんとかがなんか公園とかさ、うん、なんか見せてあげるじゃん、これあったんよみたいな。うん、そう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 。なんか遠くからとかだったらさ、あ、これゆらちゃんみたいな。あ、ある？サラそれめっちゃあるんよ。違うよみたいな。そう。あるよね。あるある。なんかさ、あれしたい、うん、なんかいつかの、うん、いつかのその一瞬出る公演で、うん、あれツインテールツインテールなんかこんな絶対却下重声の時のやつじゃん絶対却下されるよ。イケアンがさ重声の時やっとったくない？楽屋でやっとったあれやんそれ。えっとさ、一回真剣な顔でさメイクさんに言ったらどうなるかな。え、今日ツインテールでお願いします今度やってみようや、ドッキリでさ二人でさ、すいません今日じゃあどんな感じにするって言われたらさ、今日はなんて言う、今日は今日はツインテール、ここからツインテール二つでって言ういや、ここからツインテールでお願いしますって言おうや、二人であと、めっちゃ当たり前みたいな顔してね。うん、なんかさ、え、二期生いいなと、うん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 、え、あれなんかさ、あれ言われん、うん、なんか髪短かったらさ、うん、なんかもう特にさ、今日何にするとかも聞かれずにさ、じゃあ内巻きねみたいな。うん、なるよね。なんかもう何も言われんよね。一パターンしかないよね。そう。でも、あ、でも、そうやって言われたら、あ、今日はじゃあ内巻きねって言われたら、あ、いや、今日はちょっとあの、挑戦したいことがあって。あの、今年の抱負で、ツインテールでって言おうやん。ツインテールであの、講演したいんですけどって、うん、そういう親、めっちゃ当たり前みたいな顔して、そうそう、うんって、
やばい。やばい。やば、やばいね。ほんまに、やろ。いけ。シミ、いけ。そう、シミちゃんとかシミとか言われるんですよ、イケアンは。なんかさ、うん、あれも言われとったかな、シミさん、なんか、シーちゃんとか。あ、シーちゃんも言われる、ミリアちゃんとか。すごくない？なんかさ、ST に入ってからさ、めっちゃあだ名増えたんだけど。え、イケアン、イケダちゃん、イケちゃん。イケダちゃんとイケちゃんもあるよね。イケダちゃんもあるし、イケちゃんもある。あ、イケイケゴーゴーも言われる。もうね、名前じゃなくてね、キャッチフレーズになった。名前が。イケイケ。でも、ユーナちゃん、川又ユーナちゃんは、川又ねーってミホちゃんに言われとった。え、すご。もう、キャッチフレーズ。そうそう、そういうの言われる。でも、さらに倍ってさら先輩に言われたりすることあるよ。え、すごい。さらに倍。あるよね、そういうこと。ある。イケイケゴーゴーって。シーミー、なんかイケアンと会ったらさ、いつもイケアンにさ、なんかシーミーって言われるんですけど、その音程がシーミーとかじゃなくてシーミーみたいな。ちょっとやってみてよ、独特なんですよ、これをみんなに共有したい。やってみて、せーの。こうやってシミさん、こうやって折って、で、うん、あ、おはようって言って、あ、シーミーよ。そう、これを待ってたんです。これが好きなんですよ、それはイケアンの。え、好きなん、これ。そう、好き。なんかこれを聞くと、そう、安心感がね。やば。シーミー、うまい。じゃあ、シミサラが、その、まあね、ファンの人に会うときあるじゃんか、まあこれから。うんうんうん。に、そのときにみんなに言ってもらって、そう、これを。あー、オッケーオッケーオッケー。久しぶりだ。言ってくださいっていうね。オッケー。みんな言ってください、シミサラのファンの人は。いいけー。シーミーって。シーミーって言ってください。この音程ちょっと大事よね。うん。じゃあ、シーミーってことで、シーミー。矢印すごい。面白い。そうそうそう。シミシミとかじゃないよね。そう。いや、イケアン歌うまなんで、しゃくりとかビブラートとか、もう、このシミの1秒の間でもう大量の技が使われてますね。ビブラート100回ぐらい入ってる。マジで、やばすぎるじゃろ、ほんまに。いや、だけど。そう。この間でもうね。やば。ビブラートだらけよ、ここ。やばすぎる、それは。やばすぎるね。そう。そう、サラとイケアはね、あの、スクールも一緒だったよね。え、そう。でもね、あれよね、あんま喋ったことなかったよね。一回ぐらいしか喋ったことなかったよね。そう、一回ぐらいに、なんか写真撮ったみたいな。撮ったけど、イケアはめっちゃ髪がかかった。ふとつ結びで、こんくらいまでやった。え、それ、でもあれ、あれだけ、地毛じゃないよね、あれ。あれよね、エクステ？そうそう。だったんよ。だったんですけど、そうなんですよ。いけんいけん、顔半分でやろうや。あ、やる。え、どっちがどっちか合っとんかな。これ合っとる、合っとんかな。どっち、サラこっち、ミラこっち。え、わからん、ちょっとみんなの分からんや。みんな、ユラはこっちだ、シミサラは顔にならん。どっちだ、わからんや。どういうこと、さっさらこっち、こっち、ゆら、こう。あ、できたっぽい。ガチ、うん、なっとるかな、顔に。できたー、できた。ちょっと後でさ、なんか載せてください、ちょっと見たい、うん。え、違うって言われた、なんで。え、どっちやねん。反対って言われた、こっち。わからん、最初ので。あれかも、シミサラとユラのあれが違うんかも。ちょっとわからんや、もういいや。わからんわ、まあいいやね、わからんね。そう、わかんない、それは逆、最初の方が正解。わからん、わからん、わからん。名前を聞いてもわからない。そう、で、イケアン、あ、で、イケアンはさ、最初はさ、話したことあった、うん、最初さ、暗闇の時こうやるところあるじゃん、これ。こうやってさ、もうお互い目を合わせないことに必死でした、こう。なんか。って感じだったよね。すごいよね、あれ。なんかさ、気まずいっていうか。そう。いって、あれだろ？めっちゃイケアンこうやって下向いとった。こうやって、もう意地でも目合わさん、みたいな。なかったよね、そう、なんか初めてだったっけね。恥ずかしい、そう。恥ずかしいよね、なんか。そう、私さ、なんかイケアン、あの、
そう、で、もうイケアンが、サラが学校で来れなかった時のダンスをイケアンが教えてくれたんだけど、ずっと緊張しとった。この、ラララララララのステップイケアンに教えてもらったんよ、サラ。そうだっけ？そう。でもずっとめっちゃ緊張しとってから、サラ。でも、そなんかさ、う。なんかめっちゃ、推し、なんかさ、何を言いたい、わからん。わ からん。なんだ？言いたなんだ？かった。なんだ、ちょっとわからんくなってた。いややば。もう、確かに、あの暗闇の、じゃあさ、今さ、お披露目のやつやったらさ、お披露目の暗闇をやるってなったらさ、これを一緒にやるってことよね。よね。あ、でもサラがさ、16人よりさ、下におるけさ、出れんのよ、暗闇いつも。色も出れんよ。あ、そうなん。じゃあ、もし全員でやるってなったらってことだね。そう。だけどなんかお披露目のやつをもう一回できるってなったら、そう、おはようのできる。やつもう一回やったら多分変わるよね。ここで目が合うとか。絶対さ、あれ、最近のミニスタジオの暗闇の時あれやっとったよね。一番最初の時に変顔とか。あ、そうそう。で、こうね、目を隠すところから始まるんですけど、サラがイケアンの目を隠すんだけど、その中でイケアンが変顔してるんですよ、この手の中で。でもちょっとこれはみんなに聞いてほしいのがある。うん。なんか結構ね、リハーサルではしめさらがこうやってくれるんよ、こうやって。なんか変顔とかね、ウインクとか。くれるんだけど、なんか本番になったら、もうガチじゃけん、しゅうさらは。で、こうなんか、そう、サラが裏切っとるんよね。いつもイケアンだけ変顔してから、サラは洗で、脳2よ回、ね。おすましよね。そう、1ウィンコ回しかてんよ2ね。回ぐらいやってくれるんだけど、裏切ったね。ごめんごめん。ガチ次でやかっらて、もうガチでやるけ。もいや、ダメ。う。で、私だったら、ちょっと申し訳ないそう、サけラがいつも裏切ってイケアンだけ変顔してるんですよ。で、ゆらは1人で変顔しとる人になそるよ。うそう、ほんやとばに。い。やばい人じゃん、てゆから。さ、今日さ、イケアンと振り向く振りあったけどさ、あれだっあ、たそう。よね。イケアンずっとさ、サラ遠くからずっとさ、ウィンクしとるのにさ、全然イケアンさ、ほんまに気づかんかった。でもゆら、ほしんめまさらにのこよ？と見よったずっとよ。こうやって、ってやっとるのに、イケアンなんかやってな、笑ってなくて、笑わんくて、なんかめっちゃなんか一人でやっとる人みたいだった。ずっと一人で笑ってて怖いって思われたと思う。でもゆら、しめさらのこと見よったよね。なんかこうやって、あ、めっちゃうなずきおるなーって思いながら見よった。それはイケアにやってほしかった、ウィンク。え、じゃ次はやってね、本番も。次はやろう。次のレッスンの時にはややる。ろう。ね、で、どこかわかるよね。わかる。わかるよね、やろうやろうやろう。わかるよ。なんかそういう目のメイクがさ、どんだけやっても薄いんよね。悩みでやんす？サラ、悩みなんす。ダメだ。わかる人にはわかるってわ感かじ。る人にはわかるよね。そう。わかる人にはわかる。これ。わ からんかもしれんけど。おはようでやんす。ね、最近の、ね、TikTok とかの JK、嬉しい JK とかの流行りであるんですよ。おはようでやんすっていう。おはようでやんすっていう。おはようでやんすの人、メイクうまいけさ、それな、めっ見ちるゃうしかまないい。よね、あれを。なんか、すごいよね。おはようでやんす。おはようでやんす。サラは最近目を、あ、今はなってないかも、釣り目気味にやっとるんよ。釣り目気味にアイライン引くのと、目尻を黒くするのと、上をオレンジにするのが流行り。すごい。そんなの分かそう、らんサわ。ラ、休業する前は、コンシーラーと口紅と、マスカラしかしてなかったけど、いっぱいやるようになったよ。すごい。そう、鼻もね、めっちゃ、あれしとる。サラは鼻がね、ここが丸いけ、鼻も高く見せようと、シャドウを塗ってます。すごいじゃん。JK への道って感じ。そうよ、サラ、来月から JK なので、え？す来ご月、い。そう。もう卒業した？中学校。まだ？いや、まだしてないよ。すごい。もうすそう、ぐ。LJC 終わる、サラ。やば、そしたらさ、2期生で中学生もさこちゃんタ多いコんちゃじゃんだけだね。すごい。すごいね。多すぎ。時の流れがすごいわ。来年は最年少でも高1か、SDU の。すごいね。あ、でも分からん。ドラ4があるかもしれん、今年。そうなん？ドラフトあるんかな、今年。ね、どうなんでしょうかね。ひーっと、聞こうとね。
タラン、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 タマタマ、マママ。え、何しとったん休みの時。休みの間は、なんじゃろう、うん。え、ほんまに何もしてない。頭を冷やしとったみたいな感じ。考えとったみたいな感じ。休んどった。そう、休んどった。本当に休んどった。あれよ、うん、あの、IKEA の動画とかも何回も見た。マジ、1万回ぐらい見たよ。やば、じゃあ、1万回再生はシミサラってことで。あるよ、なんとか、んなんで休みの午後え、やだとかも見た。そう。サラの家族がみんな IKEA のことが好きじゃけ、よく YouTube とかでご飯食べながら見たりするんよ。やばやばいよね。そう。え、でもさ、なんか、なんだっけ、なんか、シミサラのさ、なんか、送り迎えの時にさ、なんか、シミサラのさ、パパがさ、なんか、なんか、なんか言ってくれたよね、ゆらに。なんか、イケイケゴーゴーみたいな。いやだなんかあったよ。やだなんかあった。あれ言った後、家帰ってから、もう二度と言っちゃダメよって言いました。はずいんで。なんでまた言ってくださいって言って。え、ダメ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 。はずいはずい。なんではずいです。そう、面白かった。やばいよ。めっちゃ面白い。そう、サラの家はよくイケアを見てます。ショールームも見てます。ガチ？ガチ。やば。あ、でも昨日ユラシミサラのショールーム行ったよ。ああ、ね、見るって言ってくれた。行った瞬間さ、なんかコメントのところにさ、なんかイケアンが、イケアンは妹だからどんちゃらこんちゃらみたいな。めっちゃおって、え、何の話しとんじゃん。まあその話は内緒よ。なんでした話は内緒だけど。なんでなの。まあイケアは私の妹ってこと。じゃあ妹じゃないよ、ゆらがお姉ちゃん。じゃあサラはイケアの妹。よしよしよし。あ、これ無理なんか。ちょっとどっちかが分からんよね。うん、よしよしよし。そうで、どっちかやればどっちか当たっとるっていう、ね、どっちかやれば当たるけん。あ、サラ弟じゃん、イケアの。サラはイケアの弟です。ダメ！ちょっと変えたら申し訳ないけ。そう、すぐ謝るんですよ、イケアは。ほんまに。そう。そんなに謝らんくてもいいのに。いや、なんか、それ申し訳ないなと思って。うん、いや、優しすぎるんです。いやよ。そう。てかさ、サラ、イケアンとさ、二人でさ、どっか行ったことないよね、よく考えたら。え、ない。なんか、4人とかだったらあったよね。あった。あ、6人、ある、5人とか。あった、あった。そう。え、ミニスタジオとかでさ、ご飯行ったよね、一回。行った、行った。行った。行ったよね。え、でも二人でも行きたい。行きたい。え、どこ行く？なんかしようよ。何する？何しよう。何が好き？え、いやさ、シミさんの好きな食べ物、食パン以外何も分からんねんけど、食パン屋さん行くしかないっていう。ここだけの話、食パンはちょっと、うん、あの、最近はメロンパンに浮気しとる。ああ。けど、本当に本当は、最近はグラタンが好きなんよね。何パン？グラタンが好きなんよ。あ、グラタン？うん。美味しいよね、グラタン。でもお肉も好き。え、好き。え、お肉行こう。え、肉行こう。行こう。行こう。肉がいい。肉もいい。肉。え、行きたいよね。それももちゃんと一緒に一回ね、ステーキ屋さん行ったんよ。え、すごい。あの、某いきなり出てくるステーキ屋さんに行ったんだけど。あー、なるほどね。行ったんだけど、なんかね、もう大人のサラリーマンの方たち、人バッチばっかりで、店入るのめっちゃ躊躇して、ももちゃんがと二人で、いいんかね、うん、みたいになりながら、3回ぐらいこう止まって、やっとドアを開けれた。いいじゃん。そう。確かになんかあっこさ、あ、いい、あ、なんとかステーキね。うん。なんとかステーキは。いきなりね、ぽういきなり出てくるような。そうそうそう。のところ、え、でも美味しくないあっこ。美味しい。のね。うん。美味しい。さあ、タレ買ったもん、いきなり。ガチ？うん、ステーキの。え、美味しいよね、タレ。あっこ。美味しい。あー、美味しい。美味しい。いいね、ご飯の話は。え、なんか、スミサラと二人でも行きたいし、うん、ミニスタジオでも行きたい。え、それな？そう。
なんか前の時さ、さこちゃんおらんかったやん。おらんかったね。だったっけ。みんなで行きたいよね。ね、行きたい。なんかなと。あとゆりっちとかももちゃんとかとも行きたい。ね、行きたい。仲いいよね。ね、一回あれなんか遊んだよね。なんだっけ。なんか岩壁ライブの後かなんかに遊んだ。遊んだ遊んだ。遊んだよね。うん。そう。4人で遊んだ。楽しかったよ。そう、そう、その時の面白い話あるよね。スタバの前でさ。あ、面白い話あるんですよ、その時に。スタバの前で、イケアンと、まあ、ね、抱き合ってたら、イケアンって言って、って言って、5秒ぐらいずっとこうやって、2人で頭をサスサスしてたら、清水さあちゃんですかって言われたいの。って。ファンの人がおってから、やばいよね。見られとったんよ。見られとったんよ。ちょっと恥ずかしかった。え、しかもさ、その人がさ、話しかけて来てくれた後にさ、うん、なんか去ってた後にさ、うん、また何人かおったけさ、その人以外にも見られとったっていうこと。恥ずかしい。やっぱりやるじゃね。あの、こういうのは家でやるしかないね。家でね、やろう。ね、やっぱね。え、レッスン上でもよくやっとるけどね。そうよ。レッスン上とかではさ、うん、もう好き放題よね。どういう意味マジで。どういう意味よ。どういう意味。レッスン上ではもうイケアンとサラはもう何夫婦よね。そう、夫婦。うん、そうなんよ。あー、そう。なんかめっちゃ久しぶりすぎる。なんかほんまに久しぶりすぎる。 ね、そうだって言うと、だってさ、シミサラがさ、その休んどる間もさ、うん、もうなんかミニスタジオのレッスンとかもさ、シミちゃん何しとんかね、シミちゃん今何しとんじゃろうとかめっちゃみんな言っとったもん。シミちゃんっていうのみんな。いや、それイラだけ。あー、シミサラ。本当に申し訳ない。パムとかはなんかプロリン、プロリン元気かなみたいな。うん、プロリンっていう。早く会いたいなみたいな、めっちゃ言っとった。なんか、公演の人も言っとった。うん。マジか。申し訳ない。早く戻りたいよ。いや、もう申し訳ないさ。え、なんかそれ申し訳なくなってきた。ごめん、なんか。え、何がちょっと待って、何がえ、なんか、ちょっとなんか帰ってくるのを、なんか、なんていうの、なんか、ちょっとちゃんと、なんか休んでほしいのに、なんかそうやって言ったら、なんか、どうしたの、いけ。かわいいね。ちょっと本当に優しすぎるんでちゅよ、イケアンは。なんかショールームとかだったらあんまり、うん、なんか心配性出んのんよ。なんか一人で喋っとったら。うん。でもなんかね。いや、こんな感じなんよ、イケアンは、ほんまに。多分みんなに知られたと思う、今日。やばい。そう、いい子すぎるって来とる。ほんまにいい子なんですよ。そう、ちょっとね、みんなにバレつつあるけん、ちょっとやめよう。でもイケアンはね、いい子だし上手だし、みんなに好かれても、めっちゃさ、イケアンさ、顔が広いよね、ニキさん。え、全然。あの、めっちゃみんなと仲いい、全員と仲いいイメージ。ほんま？じゃない？待って、今全然っておかしくない？ちょっと待って、ちょっと今修正した。え、なんかどこ？どういうことや。なんか、イケアンみんなと仲良くない？全然ちょっとおかしくない？なんかそれ。いや、お前、みんなと仲いいけど、なんかみんな仲いいよって、ユラだけじゃないってこと。ユラだけじゃなくて、みんな。優しい。いや、心配性すぎるんよ、やっぱり。黄金の心って書いてある。そう。やばい、ちょっと心配になってきた。そう。じゃみんな仲いいよね。みんなユラだけ、みんな、んユラだけがみんなと喋ったんじゃなくて、うん、他の人もみんなと喋って、みんながみんなと喋ってる。でも、イケアは特に話してると思う。え、ほんま？うん。みんなと。あ、よかった。でもなんかね、たまに数える、うん、なんか、レッスンがもうそろそろ終わるなっていう時に、うん、今日誰と喋ったっけと思って、なんか一人ずつこうやって見て、うん、あ、今日喋ったみたいな。でも、サラは、あれ、レッスンの時みんなにだるがらびしよるよね。え、めちゃめちゃ、めっちゃ勢いあるよ、しみさら。そう、めっちゃ、いろんな人にさ。そう。今日見たのはね、ヨヨちゃんとか。うん。そう、ヨヨちゃんはもうめっちゃ行く、さら。そう、ヨヨちゃんとか、誰だっけ。レイカちゃんとか、まあ、ももちゃんとか。うん、あ、ももちゃんは、もちろん。ももちゃんは安定。
でもイケアはサラはそう自分から行く系なんですけど、イケアはなんか自然と寄ってくるタイプですみんなが。え？ほんまに。やった。イケア。やった。イケアはね、ほんまにあれですよ、人としてもパフォーマンスも全部が目標です、サラは。え、俺って上手だし。ダメよそんなユラなんかね。いやこんなにあれなんですよ、こんなに実力があってさ、謙遜してからほんまに心配性ナンバーワン決定戦優勝って書いてある。待って、そう絶対48位よ絶対。え、それはちょっと自信あるかもしれん。あ、ある。絶対そうよ、もう自他ともに認める心配性ナンバーワンだと思います。そう、自分でもね誇りに思いますっていう。誇りですねそれはもう。あー面白い。サラちゃんもいい子。そう、サラちゃんもめっちゃいい子よ。いや全然全然、まあ、いい子。かわいいもんだって、もうかわいいもん、なんかわいくないよ。でもなんかかわいいもん、なんかほんまにかわいくないよ。かわいい、 あれがかわいい、だってっけ、なんか最近のなんか面白かったやつ、なんか、え、なになになに、そのあったっけ。なんかレッスンのと、なんかレッスンでさ、なんか後からさ来た時になんかなんて、うん、なんて言ったんだろう。あ、ゼッケンのやつ？なんて言ったっけ？あ、私ゼッケンのやつ、ゼッケンのやつ。なんだったっけ？何言ったそら。いや、なんて言ったか忘れたんだけど、みんな笑っとった、なんか面白くて、なんか。え、なんかさ、あれよね、サラは、後から来たけ、レッスン上に。ゼッケン一人だけつけてなくて、レッスン中なのに外に抜け出して、取りに行って、戻ってきたんよ。戻ってきたんですけど、うん、レッスン上に。そしたら、言った言葉がみんなが笑っとった。え、覚えてないや。なんて言ったんじゃろ。なんだったっけ、なんか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 ごめんなさいみたいな、なんか言ったのが面白かった。なんて言ったのか忘れたけど。え、そう、思い出したい。もやもやしとる、こういうの。もやもやしとる。なんじゃろ。面白かった。なんか、かわいい、かわいい。なんか、いつも、なんか、かわいい、あれよね。なんか、そう、そういうこと。いや、かわいくないよ。かわいいよ、ほんまに。かわいい。なんか、もうかわいい。もう、なんか、お出かけしたい。お出かけ。ね、お出かけしたいよね。なんか、おそうの服着てさ、あの、ディズニーランド行きたい。え、行きたい。行きたいよね。ゆっくり取って、買い物して。そう、やろうや。え、やりたい、ほんまに。いやー、楽しみだね、いろいろね。お出かけとかもね。それな。ほんまにしたいや。したい。ほんまに、めっちゃ仲いいねって。なんかシミサラが、うん、なんか帰ってきてからのレッスンがめっちゃ、うん、なんか賑やかになった気がする。より、ほんまに、ほんまに、なんか嘘じゃろ、そんな一人で変わらんじゃろ。え、なんかね、うん、なんて言ったらいいんだろう、なんか別、なんか普通になんか、うん、あのみんなも喋ろったけど、うん、なんかシミサラが帰ってきとなんか。来たなんか、うん、ワイ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 がなんかワイワイ感が増えた。でもサラさ、ストレッチ中ずっと今日喋っとちょっと反省したいよ今日。なんで？え、だって先生にさストレッチやってもらったのにさ、みんなで、サラ一人でめっちゃ喋ってなかった、一人だけ。いや、ちょっとうるさかったなって後からストレッチ終わった時に思った。え、ちょっとなんか喋りたくなるんよ。でもえ、なんか休憩時間とかがなんか結構ワイワイしとる、うん、楽しい。いや、楽しいよね。そう。もう昨日とかめっちゃおもろかったもん。何があったっけ？え、なんかみんなで写真撮ったやつ。そう、めっちゃ。あれはめっちゃ面白かったけど、ちょっとね、内緒。ちょっと内緒なんですけど、内緒。めっちゃ面白いんですよ。めっちゃ面白かった。ウェルウェルウェル。ツボに入る、あれは。まあ、え、あれよね、あれよね。あれが、あれよね、あの、あれがめっちゃ面白かった。あれめっちゃ面白かったね。とにかくこんな感じで面白いことがいっぱいあるんですよ。内緒だけど。内緒だけど、でも何個かあるよね、面白かったこと。え、それ以外何があるっけ？え、あるよ、結構ある。2個ぐらい、2、3個ある。え、もう一回、もう一個にちょっとヒント言ってよ。1個はわかるよ。写真撮ったらってやつよね。あ、そうそう。あとは、なんか、しみさらが見せてくれたやつ。なんかみんなに見せてくれ、キラちゃんね、なんか動画、うん、いや他にもったよね、メンバー何人かは。そう、いろんなメンバーの前でキラちゃんに、まあサラの飼ってる犬の
面白い動画を見せたんです。あとマイケルさんにも見せました。やばー。そしたら変態って言われちゃった。今コメントできた。やだ、まあ、そういうのがあったんですよね。面白かったよねあれ。何とは言わんよね。なんか、うん、まあ、サラの飼い犬の、まあ、可愛いよね。でも可愛いっちゃ可愛いよね。可愛い可愛いけど面白いみたいな動画をいろんなメンバーに昨日は見せてもらいました。ねえ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 見て見てって言って、久しぶりに会ったみんなに、そう久しぶりに会った会って、あのパセリちゃんとかでも、もうあの一人で踊ってるおるところに、ねえ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 見て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 これって聞いて、めっちゃもうあの2期生ほとんど全員に見せました。やば、昨日配信でマイケルさん言ってた。そう、さっきコメント欄で見ました。それそう、そういうのがあった。そう、あ、面白かったね。そう、2つは面白いよね。もう1個はなんか写真に、そう写真撮ったら写真が面白かったんですよ。そう、写真が面白かった。あれでも突っ込まれんかったらさ、気づかんかったよね。あれ突っ込まれんでさ、あのメールとかのしとったらやばいよね。まあまあね、そういうのもあるよって。そう、まあ配信では言えんよね。面白いんですよ、とにかく。面白かった。うん、でもなんか、なんか昨日うん、昨日がさ、なんかもうちゃんと会ったじゃん。会ったのがさ、なんか久々みたいな日。あ、昨日はさ、なんかいつもと違うレッスンの場所だったけさ、うん、結構みんなが密集しとったけ、いっぱい喋ったよね、いろんな人と。うん、そう、楽しかった。でもなんか全然なんか久々感はなかった。え、でもさら、あの、あそこ入っていくときさ、その部屋に入るまで迷路ぐらい長いあれなんですけど、長いよね、なんか廊下みたいのが、うん、そう、迷路ぐらい長いんだけど、それ、その迷路みたいな道を歩いてる間ずっと二人で、あ、二人じゃない、一人でずっとみんなにどんな顔して会おうってめっちゃ考えとった。緊張しとった。あと前髪もね、100回ぐらい直した、こうやってスマホでこうやって見てから、こうやってそう、緊張しとったん、昨日は。え、でもなんか割とさ、いつも通りって感じてなかった、うん、なんか久々なんだけど。ほんま？うん、全然めっちゃなんか、うん、なんか、あ、最初はなんか、あ、しみさらめっちゃ久しぶりって思ったけど、なんか喋るおる、なんかその写真とかそういうなんか喋るおるときはなんか全然もう普通に今まで通りって感じだった。うん、あ、でもそんな感じだったな。でも楽しかった、めっちゃ。昨日もめっちゃ楽しかった。その待ち時間が楽しかった。そう、受験ね。これからも楽しんだよ。イエイ。いつも大爆笑してます、サラは。サラとかイケアは。でも、しみさらがマジで、なんか持ちネタが多すぎて、うん、やばい。なんか。あ、でももともとさ、持ちネタさ、ほぼ全部同じジャンルじゃない？確かに。そう、配信では言えんけど、ほぼ全部同じジャンルなんですよ、持ちネタ。うん、でも、面白いよ。そんなにね、ネタがあるのはすごい。うんうん、そうそうそう、写真撮っとるけさ、全部。いや、でもそれ以外にもね、面白いことがあるね。あるよね、いろいろ。そう、いや、ごめんなさい、配信で言えることばっかりじゃけど、多分みんなちょっと分かっとるよね。ねえ、やだやだやだ、みんな分かってないよ。ねえ、リコちゃんから何言ってるのって。リコちゃん、え、くどりこ今わからん、見とるんかわからん。リコちゃんともそういう LINE しとったんよ、前。いつも LINE で。チケ、そのことについてかもしれん。今でも配信見とるんか分からん。今来た、今。ティリンって来た。あ、でも違うかも。先生の話とかしだしたけん違うかもしれない。先生の話え、イケアに言ったっけ、面白い話あったよね。え、あ、ちょっと明日言うわ。明日、明後日、明後日、4日 ?4 日かな。明後日言うわ。会える。そう。まあ皆さん配信では言えないこと察してください。ねえ、やだそう、そんな感じですね。え、確かに、しみさらの家も犬を飼っとるんですよ。で、ユランチも犬飼っとるね。チャズでしょ、チャズと銀と、なんだっけ、ちょっと待ってね。うん、チャズと銀と栗だっけ。抹茶？抹茶じゃろ。うん。何だっけ？正解は？だよ、食べ物。抹茶だった気がした。抹茶。え、何系？何系？食べ物、うーんとね、うーん、白い。白米？
白くて。わからんわからん。正解は、うん、豆腐。あ、思い出した。名前が面白すぎるじゃん。豆腐だけど、ふうって呼んどる。ふう？そう。茶漬けふう。ああ、そうかそうか、略してね。いや、サラはあれよ、犬サブローって言うよ。昨日見せた動画の犬。サブロー？え、サブロー？あ、なんか言ったサブロー。あ、見る？サブロー。あー、でもあっち行っとるかもしれん。ゆらも今日おったらよかった。ここおらんのよね、今。あ、おらんのじゃん。サラも今おらん。いやー、見せたいね。ね、じゃあ一緒にお散歩デートしたいね。え、したい。お散歩デートしようよ。動物好き？サラめっちゃ動物好き。お散歩デートしたくない？したい。しよう？しようよ。歩きながら犬を散歩するっていう。そう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 。でも笑いすぎてさ、犬どっか行くかもしれない。やだ、笑いすぎて。見とらんうちにさ、サラたちが笑いすぎとるうちにさ、トコトコトコってどっか行きそう。え、危険危険危険すぎる、うん。あ、サブローの結婚相手探すって。え、待って、イケアのさ、あの犬さ、女の子おる？うん、ね、ふーちゃんが女の子。あ、そうだ、じゃあサブローと結婚させようや。いいね。フーとサブロー。フーとサブロー結婚させましょう。え、なんでサブローにしたん？まあ、さら妹がおるんだけど。あ、妹がおるのも一緒じゃね。あ、ほんとじゃ。え、何歳さ、妹と。4。あ、3だ。あ、3なんじゃ。今は4、ゆらも。あ、今は 4？ そう、今は4。ある意味一緒。そう、ある意味。そう。すごい。そうで、妹がおって3人目だから。あ、3人目だからサブローみたいな。そうそうそう。すごい。単純すぎる。え、でもユラの理由の方がやばいと思う。ユラはね、お茶漬けにハマっとったけ、茶漬か、お茶漬け。そう。え、でも可愛いと思う。可愛い？うん、可愛い。そう、茶漬けっていうのにした。いいね。そう、面白い。でも、え、うん、じゃあ犬以外だったら何が飼いたい？うん、なんか犬以外で1匹なんか動物を飼えますみたいな言われたら、猫かな。ヤヨちゃんちが猫6匹飼っとって。え、そうなん？そう、6匹飼っとって。え、それで猫影響された。好き。え、でも最近ユラも猫可愛いなって思う。いいよね、飼いたいね。うん、いや、あれが飼いたい。なんかさ、長いハムスターみたいな。フェレットみたいな。あ、それかも、フェレットみたいな。可愛いよね。可愛い、めっちゃ可愛い。いいね。飼いたいなって。ヒカキンチの猫知っとる？え、知らん。ヒカキンが飼っとる猫可愛くない？モフコとマルオっていう。え、知らん。はい。うん。かわいい。あ、そう、めっちゃ可愛いんよ。猫。え、かわいい。見た。かわいいだろ。かわいい。そう。猫かわいいね。かわいいよね。飼いたいんよ。猫かわいい、確かに。いいね。いいですね。動物も。もうなんかさ、なんか配信だったらさ、なんかちょっと、あれよね、なんかノリがさ、ちょっと、え、なんかちょっとさ、なんてやん、なんかいつもと違うよね、ちょっと引き気味よね、お互い。なんか恥ずかしい、ちょっとみんなに見られるのが。なんか、なんてやん、いつも話しとることやばいことだらけなんじゃ。それ、みんなの前だったらちょっと制限がかかる。なんて言ったら、うん、星って感じよね。うん、だ、星発言はしてないけど、してないよ。なんか、ね、そう、してないんだけど、なんかって感じ、うん、なんかね、わかる。でもちょっと今日引き気味だったね。なんか引き気味っていうか、二人ともさ、ちょっと、こう、ちょっと、押さえとったよね。そう。したらもう。なんかね、ちょっと、みんなにあのテンションを見られるのがちょっと恥ずかしいよね。いや、でもなんか、イケアンは結構同じ感じ。サラがかなり制限かかるよね。え、ユラも？イケアンは全然普通って感じ。いい感じ。配信でも言える、全然。サラが言ったことはやばすぎるって感じ、いつも。そう。これで抑え気味なんだって言われて、え、そんなやばいこと言ってない。絶対ないよね、何も。ないよ、全然。
もう一体どんなこと話してるの？内ぴょ内ぴょ。ひみさらがさ、めっちゃさ、なんか JK みたいな、JK が喋る言葉みたいな。ほんと？うん。え、何がいいと思う？あーねとか、トリマーとか。え、なんか一番、うん、なんか、うん、2期の中で一番、なんか、JK 感悪くない？なんか、喋るあれとかが、ひみさらが。さら？え、何を言っとるっけ？いつも。え、なんか、なんて言ったらいいんじゃろうね。なんじゃろう。なんかが、なんて言ったらいいんだろう。なんか、JK 感ある？嬉しい。なんか、え、どんな感じなのさら、どんな感じじゃろう。でも、トリマーとか言わんよね、さら、あんまり。トリマーは言わんけど。何って言っとるだろう。いや、わからん。あ、こっちゃん。来たよ。例のワンコが、動画のワンちゃんが来たよ。サブちゃん。サブちゃんはね。来た。サブちゃん。無理だった、捕まえれんかった。早い、足早い。早いかも、結構無理や。でもマジとかは言うよね、よく。そしたらマジみんな言うよね。でも IKEA の今年の目標がさ、マジガチだったよね。なんで知っとん？え、知っとるよ。じゃけサラも家とかでよくマジガチって言うよ。言う、よく。ガチだー、ガチだー、マジでガチでーって感じ。いける。ああ1時間経ったね。嘘。そう、早いよね。早、今ちょうど1時間経った。いや、たださ、れないよ、うん、タワーのお礼を言う配信をしようと思っとるけね。じゃあそう、そろそろお礼してください。ありがとうございました。ありがとうございました、清水サラさんのファンの方々。ちょっとじゃあ、サラもう次は、7時半から配信しようかなって思います。7時半から配信するので、来てください。一人の配信します。来てください、清水サラさんのファンの方々。いけっこ。もうほんまにイケア好きだわ。愛しとるよ、イケア。いけっこ。いけっこ、いけっこ。あ、そう、さら、ちっちゃい子をつけるのにハマっとる。ももことか、やよっことか言っとる、最近。やよっこ、すごい。やよっこ。言っとるよ、今日言った。そう、なので、ありがとう、イケアン。ありがとう。イェイ。イェイ。イェイ。じゃあ、JK ピースしよう。いっせーの。顔隠すって言われたじゃん。こうよ。こう、JK ピース。こう？いや、こう。いや、これな、ちょっと、中二病。こう。お、すごすぎ。こう？うん、これ JK。こう？いや、やだ、中学生みたい、それがやったら。やだ。いけおしゃまになっとる。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。ゆらが終了したらいいん、これって。うん。じゃあ3、2、1で一緒に終了する？オッケー。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。2、1。